Hey, what's up? イングリッシュパートナーズのレイニーです。dish 意外な意味は ?dish というとお皿を思い浮かべますよね、まあ。もちろんそうなんですけれども意外な意味があるんです。それはセクシーで魅力的な人。 ということなんです。これは女性にも男性にも用いられる言葉でして、まあ、古風な言い方ですでも一回私映画を見た時にこの表現が出てきてもうお皿としか思ってなかったからえなんでこの状態で女性のことをディッシュお皿って言ってるんだろうと思ったことがあるんですけどこういうニュアンスがあったんですね、えー、例文見ていきましょう Look at her what a dish 彼女見てなんていい女なんだというふうに使えますまあ先ほどにも言ったようにちょっと古い言い回しで現在若者はほとんどこの言い方はしませんがいざという時に出てきた時に覚えてください、えー、ディッシュ意外な意味はセクシーで魅力的な人でした会いに行く英会話スクールイングリッシュパートナーズで検索オンラインレッスンも始めました